こんにちは、えのです。ゴールデンウィークも終わり、もうすぐ母の日ですね。プレゼントを探していたところ、ちょうど母から無印のお気に入り収納アイテムの動画を見てくれたみたいで、実家の収納も見直してほしいって連絡が来たので、プレゼント代わりに片付けに行くことにしました。まず我が家で使っているお気に入りの収納ボックスを実際に持って行って、実家にどれが合うか考えようと思います。今回キッチンカウンター収納を見直すので、奥行きがあまりなく使えそうなボックスを家中探して持っていきました。メモをしながら収納を考えるので、 iPad も一緒に持っていきます。実家は数年前に建てたスミリンのお家です。キッチンはリクシルのリシェル SI というシリーズです。この対面キッチンのカウンター下収納を見直していきます。両親のものなので一応モザイクをかけておきます。まず中のものを出して断捨離からしていきます。もののジャンルもバラバラに入っていたので、出しながら分けていきます。中身を空にしたらサイズを測ったり、家から持ってきたボックスを実際入れてみながら、綺麗に収まる組み合わせをいろいろ考えます。段によって扉の長板があったりするので、慎重に測っていきます。ボックスに合わせて可動棚も調整しました。次は何をどこに入れるかを考えます。ざっくりとしまいたいものをジャンル分けして、父と母それぞれの動線などを考えながら決めました。断捨離を終えたものを先ほど考えた場所に戻していきます。しまうものの量とか形を見ながら収納ボックスを最終決定します。お買い物リストを作ってお買い物に行ってきます。ここからは購入してきたアイテムを紹介しながら収納していきます。まずはニトリで購入したものから。深さがあるので大きいものや使用頻度の低いものをざっくりジャンルごとに収納しようと思います。先ほどのボックスの半分の高さなので、スタッキングして並べるように購入しました。この2つは主に一番下の段に並べます。もともと一部の棚に敷かれていた滑り止めシートがあったので、ボックスに合わせてカットして使いました。シートを入れたボックスには食器を入れます。直に棚に並べるよりも奥のものまで出しやすくなるし、地震などで倒れても破片が散らばりにくいかなと思ったので、ボックスに入れて一番下の段に収納します。低いグラスや湯飲みは同じようにシートを敷いて、ハーフサイズのボックスに収納します。
事中にさっと出したい調味料やふりかけなんかもこのハーフサイズのボックスに入れました。低いので在庫の確認がしやすいっていうのと、一番よく使うお醤油がボックスを引き出さずに取れるっていうのがこのボックスにした決め手です。次からは無印の商品です。左右より幅の狭い真ん中の棚の中段に4つ並べようと思って買いました。この場所には父と母が共有で使う市販薬を入れました。市販薬は流動的になるのかなって思ったので、半透明で中が見やすいこちらのボックスを選びました。縦と横どちらにしても使えますが、今回は横のみで使います。仕切り板が一つの引き出しに1枚ずつ付属していて、3箇所付け替えることができます。先ほどのとサイズは同じで、引き出しが6つあるタイプです。こちらも横にして使用します。仕切りを付け替えないといけないので3段のタイプより少し大変です。この2つは重ねて共有の文房具や体温計などの衛生用品とそれぞれの私物を入れるのに使います。片側だけ扉を開けた状態でも使える位置に置きます。文房具はもともと至る所にバラバラに入っていて、集めたらペンだけでもすごい数になったので細かく分類分けして収納することにしました。こういった使用頻度の高いものは分類分けも細かくしてラベリングしておくことで、どこに何があるか分かりやすく戻しやすくなるので、見た目だけでなく使いやすさも上がるんじゃないかなと思います。はがきなどの郵便物を収納するのにちょうどいいサイズの引き出しです。こちらは A4 サイズがすっぽり入るサイズの引き出しです。どちらも郵便物や書類を入れます。さらに小さい方はポチ袋やメモ帳だったり、大きい方はクリアファイルや便箋を収納しました。処方箋の薬やサプリをしまうように購入しました。いつも飲むお薬はお薬ケースに入れ替えて使ってるみたいなので、ボックスごと取り出しやすいようにこちらを選びました。こちらは収納内ではなくカウンターの上にどうしても出しておきたいものがあるっていうことだったので、それをすっきり見せられるかなと思って購入しました。こちらもカウンターの上に出しておくように買いました。ティッシュは中にしまっちゃうと出すのが面倒なのかなと思ったので、先ほどの収納と同じ素材で合わせてインテリアの一つとして置こうと思います。この場所にいつも置いてあった小物がしまい込みすぎずすっきり片付きました。本が少しだけ入ってたのでブックエンドとして購入しました。最後にラベリングはピータッチキューブを使いました。
文字は今回見やすいように大きめに印刷しています。今回自分の家の収納ではないので、出す時としまう時のステップがなるべく増えないように、今までより面倒だなって思われないようにするっていうのも心がけました。あと収納ボックスは揃えたんですけど、空の場所をいくつか作っておいて、これから増えたものをとりあえず入れられる場所っていうのを残すことも意識しました。使うのが自分ではなく両親なので、全部きれいに隠してしまうっていうよりは、見た目の分かりやすさも重視したポイントです。この動画内で紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございます。綺麗になったなと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録、コメントもお待ちしております。